皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、誰でも教室の先生になれる講師養成講座バブルについて検証してみるというお話をしたいと思います。今日のテーマは、もしかしたら若干辛口になるかもしれないのでですね、心臓が弱い方は 見ない方がいいかもしれないですね。それか、あとまさに今講師養成講座を作ろうとしている時っていう人は、怖いもの見たさで聞く、ないしは読むことになるのかもしれないんですが、最近感じることについて、ちょっとね、お伝えしていきたいと思います。私は教室開業集客のコンサルですので、当然開業したい人のご相談も受けますけれども、集客の方面から言うとですね、長年先生をやっていて、でさらなるステップアップ、さらなる売上増ということで、ご相談にいらっしゃる方も結構多いんですよね。で、ここのところ、セミナーが続いていてですね、でセミナーの時に、そのアンケートを答えた方にということで、無料相談の権利とかですね、そんなのをつけたりすることがあったりするんですけれども、そうするとですね、現状ですね、今の現状、自分がこういう現状で、でそれでまた今度こういうふうにしたいんですけどっていう、展望ですね、その方向性でどうなんだろうかっていうご相談を受ける機会が多くなってきております。で、最近の傾向で言うと、その教室にその一般人の生徒さんをそのまま呼ぶっていうような形のご相談も昔から普通にあるんですけれども、それと同時にですね、やはり年齢が上になってきている方、先生としてのキャリアが例えば10年くらいの方とかですね、いろいろいらっしゃるんですけども、その方たちからは、講師養成講座を作ってみたいというご質問が増えてきているので、その講師養成講座を作る上でのですね、心構えっていうわけじゃないんですけれども、こういう講座を作ってほしいっていうのが私の中で要望があるんですね。で、それを今日はお伝えしていこうかなというふうに思っています。まずですね、講師養成講座っていうと、どういう講座を皆さんは考えるかっていうと、大きく分けて2種類なんですよね。で、1つは、講師養成ということになりますので、ご自身の経験してきた、教室の技術スキルですね。で、そちらを教えていくっていう形になるので、例えば、パンの先生であれば、そうですね、初級、中級、上級とか、それを教えていって、その技術であなたも教室開いてね、みたいなタイプの、技術を中心に教える講座とですね、ご本人がどうかっていうことは別としてですね、技術プラス、あと集客の手法ですね。それが SNS 関係から集客をするのか、私のようにホームページとかを中心にした形で、全般的に SNS も含めて教えていく人なのかとか、いろいろあるんですけれども、集客の実務ですね、そちらも合わせて教えていく講座ですね。大体大きく分けてこの2つが、講座としてあるんですね。で、その際に、その講座を作りたくなった先生の動機ですね、ここもですね、私としてはちょっと気になるところがありまして、先ほど言ったその2つのことは、どういうことが考えられるかっていうことと、こういう思いでやってくださいねっていうお話は、その2つに関してはするんですけれども、同時にですね、講座を作りたい先生の動機ですね、こちらもですね、ちょっと気になる部分があったのでお伝えしたいなと思うんですけれども、どういう動機かっていうとですね、やはりその10年以上とか20年近くとか、やっていらっしゃる先生っていうのは、ずっとやってきてるわけですから、技術とか、あとは人脈的なものとか、伝えるものを非常にたくさん持ってる方っていうのももちろんいらっしゃるんですね。ただ、その動機がですね、体力なくなってきたし、今の一般の普通の生徒さんも減ってきたし、
単価も上げたくて、お金も欲しいので、だから講師養成講座を作りたいみたいな、そういうような動機でね、お話になられる方とかいらっしゃるんです。もちろん皆さんの前とかではないです。私と1対1の時にそういうお話が出る方とかもいらっしゃって、まあもちろんそれは本音の部分だと思うんですよ。体も疲れるし、自分のね、学んできた知識を、伝えるっていう上では、当然それがお金になればいいことですしね、相手にとってもその技術が欲しいのであれば、やっていくべき内容かなというふうには思いますので、決してダメだとは言わないんですけれども、問題はですね、その一般の生徒さんが減ってきてるから、その売上補填のために高額講座を作り、そういう先生を養成しようかなみたいな動機っていうのが、若干いかがなものかなっていうふうに思うんですね。少なくともですね、先生を、育てる先生になるわけなので、技術的なものはもちろんなんですけれども、やっぱりマインド的なものもですね、先生としてそこにいてほしいんですよね。ということはどういうことかっていうと、その一般人の方の集客が今一つ芳しくなくなってきたから、お金になりそうな講師養成の方に行くっていう、その感覚が、技術があるし、学んできて投資したお金があるから、そこはいただいても当然いいんですけれども、動機としてどうなのかなっていうのはちょっと思ったりするんです。っていうのが、多分ですね、そういう動機っていうのは習う方の側から見ると透けて見えるからなんですね。心底その人のことを思って、それこそ、与えることっていうことを、私のクライアントさんとか私自身もそれは目指してはいるんですけれども、もちろんいただいた対価の仕事をするのは当然で、その対価以上の何か、器用貧乏になってはいけないんだけれども、その人が本当に欲しいものですね、そこに合わせたちょっとしたサプライズ的な、さらにもう一歩深まるサービスを自分から率先してできるかどうかっていうのが、特に講師養成講座の場合には非常に大きなポイントになってくるんですよね。だからそのきれい事ではなくてですね、人に与えることができる人っていうのは、まず貧しいと無理なんですよ。お金的にも心的にも。だからまず自分が潤ってる状態で、かつそして教えるっていうようなものを作ることができるのであれば、一番ベストになります。なので実際の売り上げも下がってきてる、教室が人気なくなってきてるっていうところで、講師養成講座を作ると、そもそもですね、自分が教えた生徒さんも斜陽のところになる時期って絶対あるんですよ。会った時に回復できる、こうやれば回復できるよっていうのも人生経験として伝えられるっていうのも、一つの大きな先生としての、メリット、習う方のね、メリットとかになったりするので、売り上げが落ちちゃって困っちゃってるのに、そうだよね、私もそうだったからっていうふうに話するわけにはいかないじゃないですか。だから講師養成講座を作る先生っていうのは、一般人の集客がそんなに衰えてない、ないしはキープしている状態で、プラスアルファで講師養成講座を作るっていう勢いでやられる方なら賛成なんですけれども、売上補填のために講師養成講座を作るっていうのは、私は基本的に反対です。なぜかっていうと、実際に私のところに問い合わせがある方で、そういう、先生のところに、行っちゃったっていう過去形なんですけどね、行っちゃって実際にそんなに教えてもらえなくて、でお金高額払って、自分の方は全然教室とかも立ち上がらないし困ってるっていうことで、そのご本人もその先生を選んでしまったっていう責任は、勉強料で仕方がないんですけれども、昔よりそういう相談が増えてるんですよ。ということは、そういうニュアンスで、講師養成講座を開講している先生が増えてきたというふうに私は感じているので、
少しでもそういう人がいなくなるといいな、いなくなるとっていうのは、そういう何も成果が出ない、その先の生徒さんですね。先生そのものは一旦お金がもちろん入るし、それで潤うからいいのかもしれないんですけれども、その人はじゃあ本当に講師になれるのかっていう話ですね。講師養成講座という名前になっていて。で、その人は先生になれることを期待しているのに、先生にお金を払ったけれども、先生になれなければ、やっぱりこうちょっと騙され感が強くなりますよね。だから、なんだろう、そういう講座を作ってほしくないんですよね。要は、行く人にとってもいい講座で、やる方の先生にとってもいい講座、お互いがお互いにとっていいという講座ができるのが一番理想だと思っているので、まず講師養成講座をなぜ作りたいのかっていう、そこの動機ですね。それをまあ私はちょっと考えてほしいなっていうのがまず1点目です。で、2点目は、これにちょっと関連するんですけれども、先ほどお伝えしたように2種類の講座があるって言いました。技術を中心に教える講座と、集客とか、生徒さん集めるということも含めて教える複合講座ですね。これの、内容についてなんですけど、まず技術の方を教える講座については、簡単な集客とかですね、それは全く教えるなとは言いません。例えば、自分がやってきた経験ですね。自分はブログをこういうふうに書いて、こういうふうにしてきたよとか、SNS だったらインスタグラムはやったけど、Facebook とかはあんまりちゃんとやってないんだよねとか、いろんな自分がやってきた道筋ですね。自分がやってきたものをお伝えするっていうのは、それがお金を取る取らないは別としてですね、ついでというニュアンスに見せておくような形で、メインは技術を教えることでお金をいただく講師養成講座ということであれば、それをきちんと謳っているのであれば OK なんですね。ただ、習う側が誤解をして、技術だけではなく、そこも教えてくれるのかと思って習うと、あんまり教えてくれない、ないしは、他の人に、それをさせる場合にはですね、再現性がある内容で伝えなくてはいけないんですよね。自分はできたけれども、その人はできるかっていう、その普遍的なルールで伝えないと、ノウハウとして伝える形にはならないんですよね。だから、例えば私はコンサルタントをやってますけれども、普遍的な内容で他の人もトライしたらできる内容についてはお伝えしています。だけれども、普遍的な内容ではないもの、例えば、そうですね、私は、日本ニーダーというパンこねる機械の、会社の営業だったんですよね。で、その後パン教室をやっているので、その日本ニーダーのウェブサイトに、私の教室、当時は少なかったので、ニーダーでパンを教える講座っていうのが、そのパン教室の登録として日本ニーダーのウェブサイトに載せてもらうっていうのはもちろんやっていたことがあります。ただ、そこからももちろん集客とかは何人かできているんですけれども、そこからの集客っていうのは他の人には普遍的な内容として伝わらないので、それを除いたノウハウで伝えてはいます。もちろん、パンのコネ機を持ってるし、ニーダーと提携もして、それを教えてるっていう人にはもちろんニーダーのサイトも設けてもらってね、そこにイベントレッスンとか上げていけばいいよとかっていうのを教えてあげられるんですけども、特殊な内容になるので、一般的な集客の方法とは違ったりしますよね。だから、その人が再現できることを伝えられなければ、そのあなただけの特殊な事情とか、こういう人が知り合いでいて、その人から紹介してもらったんだとか、紹介とか特にそうですね、その人の集客ではありませんので、いわゆるもう本当に自分がゼロからどうやって獲得できたか、お友達とかじゃなくてですね、外から普通にお客様を獲得したノウハウ、それを伝えるのであれば OK っていう感じなので、そこに対してお金を取っていいのかどうなのかっていう、その内容になってくると思うんですね。ですから、技術寄りの先生は技術を教えますよっていうことでの講師養成講座ということを明確に打ち出した方がいいと思っています。
そして、もう一つ、の方が、講師養成講座で技術と集客を教えるっていうふうに謳っている講座です。通常こちらの講座の方がそれこそ単価とか、そういう意味では高い単価を設定できます。講師のその技術だけじゃなくて集客も教えるからです。ただ問題はその集客がご本人がまずやりきっているかどうかっていうことと、あとはやりきって成果が出ている内容で、かつ今言ったように普遍的な内容かどうかっていうことです。ご自身の特殊な事情でできてしまっている集客っていうのは、集客の範疇に入らないので、そこはですね、引いて考える必要がある。要は人に教える場合にはということです。自分が集客できちゃってる分にはいいんですよ。人に教えて再現性がないものは、その人にやらせてもできないことなので、それを区別してきちんとノウハウとして伝えることができるかどうかというのは結構大きなポイントになってくるんですよね。だから講師養成講座の集客部門をやるなって言ってるのではなく、自分がどこまで教えることができる人なのかということを自分が把握していて、その内容で講座を組むっていうのは大丈夫です。そんなに得意でもない、やってもいないことをですね、さもできるように歌うとですね、やっぱりそこを期待してきてしまう人が、当然再現性がないことを聞くことになってしまった場合には、再現性がないからできないですよね。そうすると当然、先生になりたくて先生のところに入ったのにできないよね、みたいな話になると、当然不満とかですね、なんでっていう、そういった負の感情に、その人がね、巻き込まれていくことになって、そういう話も聞くわけですよ。私的にはですね、そこを選んだのもあなたなんだから、あなたの責任ですっていうことにはなるんですけれども、とはいえですね、やっぱり誤解させるような内容であったり、そこがね、できもしないのにとは言いません。おそらくできると思ってるから書いてると思うんですけれども、自分ができる場合とですね、人にさせる場合っていうのが5倍労力違うんですよね。自分でやる方がはるかに楽です。人にさせるというか、してもらうというのは、その人と、例えば私とね、クライアントさんの信頼関係が相当密になってないと、してくださいがやってくれないですよ。で、やってくれないと、どんなにいいノウハウとかアイディアとかを授けたとしても、本人がやらないのでどうにもならないですね。だからそういうちょっと不満を言うようなタイプの人っていうのは、その方コンサルタントが私全部悪いとは全然思ってなくて、本当に悪い場合もあるんですよ。本当に悪い場合もある。だけれども、大概はその人も悪い、言われた通りに動いてないケースとかがありますからね。だからまず人のことを批判する前に、自分がそれをやりきったかどうなのかっていうのもチェックする必要があります。なので私が違う方のコンサルの方を受けていて、成果が出なかった方をお引き取りする場合にはですね、そのどんなことを言われて、そしてどうやって取り組んだのかっていう、それを確認した上でないとですね、私のところで、やっても同じ結果になる可能性があるとですね、私も当然残念ですし、ご本人も残念ですね。だって私にかけて来てくれたのに、お金も時間も無駄にすることになりますから。なので、普通の人、初めての人を受け入れるよりも、他のところでやってる方を受け入れる場合の方が、私は面談が結構シビアになります。その方の資質と本質を見抜かなくてはいけないので、コンサルティングの人との相性ってあるんですよ、やっぱり。だから例えば同じことを伝えたとしても、私からの言葉だったらスッと響くのに、その人だった時には響かなかったとか、あとその人の心の持ちようとかスキルとかタイミングっていうのもあるので、前がダメだったからそのコンサルがダメだっていうことも別に私言わないんですよね。で、じゃあ本人が100%悪いかっていうと、そういうことでもないです。コンサルタントはいろんな導き方
方をするし、その人の経験値においていろんな手法でいろんな形で答えるわけなので、その人がどの人とやっぱり相性があって信じられるか信じられないかっていうのも結構大きいので、そこはね、私自身の経験談からすると、再現性のあることを与えて、かつその人の資質に合った、手法をきちんと見極めて伝えることができるかどうかっていうのも一つ大きなポイントだと思ってるんですよね。だとすると、その講師養成講座を作るもう一個の方の集客絡みのも含んだものを作る時には、私はここまではできるけれどもこれ以上はできないっていうことをはっきり明示する必要がありますね。でないと期待されちゃうから。そして本当に講師になれるまでのプロセスを全部教えられるのかっていうことです。結構ですね、集客っていろんな方法があって、もちろんブログ集客とかフェイスブック集客とか、コンサルタントの得意不得意とかもいろいろあるんですけれども、私が知っている長年続いているコンサル業としてしっかり成り立ち、さらに飛躍し大きくなっている方っていうのは、まずもう本当に王道の王道ですね。基本の基本。例えばそれをホームページを軸にしたっていうような形で、その他の、PPC と呼ばれる広告であったりとか、SEO と呼ばれる地味な対策であったりとか、今で言うと MEO とかっていうのもあるんですけれども、その最新のトレンドの集客ツールも取り入れながら、基本はしっかり、だから、ぶっちゃけ言ってしまうとメルマガとかそのあたりをやってない人はいないですよね。 LINE アットがあったとしてもです。だからそのツールそのものに惑わされるのではなく、本質的な集客活動、あと言うと究極の集客活動は集客しないことになりますので、しないというか、人間関係とかコミュニティとかをしっかり自分のファン作りができてる人とかは、今度これやるよって言えばそれでもう申し込みが入るので、そういったものを作っていけるかどうかっていうのも一つのポイントになっていくので、王道がきちんとできている人はやはり長続きします。で、私の中でじゃあ王道は何なのって言ったら、これは私の持論です。他の方がどうかとは全然関係ないです。ホームページを軸にするっていうのはもう開業当初からずっと私は変わってないし、それをやってきたことによって自動集客ができつつあるっていうところで、実感もしているので、私が教える場合にはそちらを軸にして教えるっていうのが私の教え方になります。ですので私は自分でやったことしかお伝えしませんし、自分の経験と体験がまず実験台でやった成果が出たことだけを伝えるっていうふうに決めているのでですね、その内容っていうのが、結局自分が成果が出なかったのは闇に葬るわけですよね。失敗談として聞かせることはありますよ。例えば電話かかってきてですね、タレントとこう一緒にインタビューしたものをサイトに載せますよ、20万みたいなやつとかね。タレントと一緒に喋ってると成果と、でもちょっと斜陽のタレントでしたけれどもね、今思うとね。で、それがウェブサイトに載ったからといって、自分のウェブサイトに貼ったからといって集客には効果ないんですよ。実際にこれはやって分かったことです。だから20万円とかドブに捨てた感じですね。20万円あれば違う広告運用本来はできたはずなので、そういう怪しげな電話がかかってきた場合には当然私のクライアントは私に聞きますから、それはね全然効果が出ないですとかね。あとは自費出版的に本出しませんか的な、商業出版と自費出版はね違うんですよ。で、さもその本が商業出版であるかのように装いですね、出版詐欺に近いんですけれども、80万円の契約をしてしまったお料理の先生とかね、そういう話とか聞きます。だから私はもちろんしてはいないですけれども、電話がかかってきた話は聞いたことがあります。どう見ても怪しかったんでね、契約はしてないんですけれども、だからいろんな話があるんですよ。で、その中で取捨選択しながら、私自身も自分の経験値になかったもので難しいのは、やっぱり私のコンサルタントに「ここの会社ってどうですかね、この内容って」っていうのを聞いて回避できてて、実際に被害に遭わなくて払わなかったお金とかも100万以上の、何て言うんですかね、バッファーっていうか、それもあったりしているので、とにかく私が心がけたのは、私のクライアント
クライアントさんが困った時にですね、私の人脈がないと、例えば弁護士とか、まあ、それが IT 弁護士なのか弁護士なのか別としてですね、あと税理士さんとかね、まあいろいろいるわけですよ。 IT の方だとこの人とかなんと、もうそこを自分が実際にお願いしていい人だけを紹介できるように人脈をひたすら広げるのを努めるっていう、自分が先に頼むんですよ。自分が頼んでない人は紹介しませんからね。頼んで良くなかった人とか闇に葬ってますからね、誰にも紹介しないし。なので自分がまずやるっていう。ということは、皆さんに良い情報を提供し続けるために、私は第一線で常に新しいことにチャレンジをし続けて、集客に関してもそうだし、自分自身の伸びしろもそうなんですけれども、それをやり続けるっていうことで教えるっていう、まあ、実践型なわけですよ。だから机上の空論では当然教えないし、経験値が多ければ多いほど、あと私が見てきたクライアントさん、一緒に考えてきたクライアントさんの経験値が多ければ多いほど、多くの人を救えるというふうに思って私はコンサルティングをしているので、ただでさえ忙しい。自分の、まあ、メインのお客さんを集めつつ、講師養成講座の人も教える、かつ集客も教えるっていう講座をもしも持つのであれば、その人を本当に先生にさせて集客も大丈夫になるぐらいに見てあげられるのかということですね。そうでなければ、はっきり切り分けて、ここの部分は教えられるけども、ここまでは教えられないっていう。で、それが本当にうまくいくかどうかは、その人の努力でなってくる可能性が高いんですね。SNS レベルとかで集めていく場合には。うまくいっちゃう場合もありますしね。だから、触りを教えることはできるよっていうことと、じゃそのまんまその人が本当に、生徒さんを集めるところまで見てあげるっていうと、自分のことも、おろそかにとは言わないけれども、置いといてやらなくてはいけないぐらいになっちゃう時とかもあるんですよ。だから私は私のもちろん講座の集客とかっていうのをやっていきますよ。で、ただなるべく自動集客ができるように、動線設計とか、ビジネスの構築っていうのを、自分の仕事は自分の仕事でもちろんやってます。だけれども、私は私のクライアントさん、今30人、40人弱抱えているので、一人一人案件が全部違うものに対して、どうしていったらいいのかっていうのを全部アドバイスしていくわけなので、やってくれる方はね、成果が出てます。だから、アドバイスしても 遅くてすいませんとか言われながらもね、まあ、それでも前に進むんなら構わないですけど、全くやらない方は当然ですけどね、どんなにいい方法を伝えても前に進むわけがないっていうことですね。だから私は集客とかそっちが専門だから、そういうことになっちゃうと思うんですけれども、技術とそれを両方教える時に、相手にどう思われたいのかですね、それによっても、先生ありがとう、集客もできましたっていうところまで育てようと思うと、案外大変っていうことです。これは私が一番最初に教室開業集客講座っていうのを立ち上げた時に、パンと、集客の方と両方教えてたんですけど、時間が足りなさすぎたんですね。だから集客の方の話が手薄になってしまうので、もうパンを教えるのはその時やめました。パン習いたい人はさらに追加で、割引にするからレギュラーのコース入ってきてくれっていうことにして、途中からもう集客講座がっつりに変えたんですよね。それぐらいやっても、やっぱりやらない人はやらなかったし、やる人はやると、まあ、成果が出始めたりとかするので、案外時間かかります。そして、教室が非常に多いです。だからそこの中でその人が、集客できるように手伝ってあげるっていうことは、まあ、自分の時間も取られて、場合によっては自分の方が傾く可能性があるような部分も含めて教える覚悟があるのかという、そういう話なんですね。だからやっちゃダメとは全然言わないです。講師っていうものをどこまで講師にしてあげることを養成講座で考えているのかっていう、その範囲をしっかり最初にその人に提示をしてほしいっていうことです。ちゃんと集客もできて、普通に人が集まる状態までをその人が期待しているとしたら、そこまでやってあげられるような内容になってるかどうなのかっていうのと、違っているのであれば、それは違うというふうに言うのか、最初から受け入れないかをしないとですね、トラブル相談も結構多いので、
やっぱりそれは期待させてしまうと、相手とのね、お話が違う。しかも高額になればなるほど、その内容が、違う、話が違うとかって言ってね、ひどい場合になると消費者センター行きですからね。なので、そんな話とかもあったりするので、まあ、最近は講師養成講座バブルだなというふうに感じてます。昔は教室がなかったんです。で、教室がなかったから、そこに教室さえ作れば勝手に集客できているっていう、まあ、教室バブルですね。で、その後みんなが教室作り始めたら、こう昔の先生とか努力をそんなにしてなかった方は集められなくなってるので、どんどん集められなくなっていってっていう、まあ、そこの人々で、ここで、まあ、人気になった人とかで、まあ、さらにじゃあそれを教えようっていう、それが社会の使命としてね、後世に技術を引き継ぐっていうことでだったら問題ないんですけれども、自分の、まあ、私利私欲がメインだったとして教えようって考えた場合には、今度その人たちも多いんですよ。で、ここに伸び盛りというか、これからどうしようって困ってる先生たちがそこ行くので、まあ、先生の取り合いという先生養成講座みたいなね、そういうのになったりとか、あとはそのちょっとできるようになってきた技術の人をさらに取り合うような講座とかができてきてるので、ぜひこの辺りはですね、どんな講座を作りたくて、誰を教えたいのかと、どこまで教えてあげて、責任どこまで持ってあげるのかって、この辺りもね、含めた状態で講師養成講座を考えていただければな、というふうに思って、今日の話題を取り上げてみました。どうぞご参考になさってください。それでは。